しんのすけ、ちょっと来て。さ、今日はキャロンの誕生パーティー、盛大にやろうぜ。おい、コントロール室だ、行ってみろ。俺とお前が手を組むのだ。よし、わかった。つかの間の握手だ。どうも皆さんこんにちは。今回は村雲さん主催の吉道実況祭に参加しました。で、今回はあの有名なクレヨンしんちゃんのゲーム嵐を呼ぶエンジを実況することにしたぜ。あの、ちょっといい？これ私がプレイするんだよね。そりゃそうだろ。最近私変なゲームしか実況してないじゃん。知らんな。なに？私にもまともなゲームやらせなさいよ。気にするな。マリサもヨウムもレギュラーシリーズ撮ってんのに、なんで私にはクソゲー。でもお前クソゲー好きだろ。うん、大好きさ。ハロー、何言わすのよ。まあ確かにすまないがやってくれ。さて、このゲームは本当にクソゲー登録されてるんだぜ。その理由に、1、操作性が悪い。2、子供向けとは思えない難易度。3、セーブ、パスワードなどの中断機能がない。そのタウンに任せるしかないなど、ツッコミどころはいくらでもあるが割愛するぜ。あと体力は左上のしんちゃんの顔だぜ。残り体力は表情で表されるが、わかりにくいので言うと3回ダメージを食らうと終わりだぜ。あ、マサオ見っけ？おにぎりよ、私にヒントをくれ。あれどっか行った？今度は風間トールいた？トールちゃんからダメージ受けたんだけど。あ、そうそう言い忘れてたぜ。懐かしの悪ガキはもちろん、ここでは風間、マサオ、ネネちゃん、ボーちゃんも、すべて襲いかかってくるから気をつけろ。でもう私終わったの。ああ、一気消滅した。あと操作性が悪すぎるため、ダッシュすると高確率で敵と接触するからな。で、このでんぐり返りが攻撃。ああ、そうなんだが、ボタンを押してから手を万歳するなど、前後の硬直が著しく激しいのでおすすめはしないぜ。他に何か攻撃方法ないの？ジャンプして踏みつければ倒せるぜ。ただこれも反応が悪い。真上から踏まないといけない上、その割に敵が俊敏だから過信はするな。で、攻撃方法この二つだけ。そうだぜ。基本は踏みつけで頑張れよ。あ、やられた。もう一回死ぬとゲームオーバーだからな。マジかよ。もちろんコンティニューはできるんだよね。できるがステージの一番最初に戻されるぞ。ちなみにもうコンティニューしますか？さあ家の中に入って情報収集しろよ。よし入った。あ、隣のおばさん、懐かしの様々なキャラが出てくるのは、このゲームの評価されてるところだぜ。いいところもあるじゃん。だがこの会話は早送りできないんだ。それぐらいいいでしょ。確かに初見じゃ楽しいが、ゲームオーバーになるともう一回見ないといけないので、じわじわ気力がそがれていくぜ。まあゲームオーバーにならなきゃいいでしょ。さあ歩くワイドショーによると、公園に鎖が落ちてるらしいね。さあ取りに行きましょう。風間は俊敏だから気をつけろよ。あ、カードがある。いえ。さあ次はスコップを探せよ。まあ大体操作慣れたから大丈夫よ。なんか投げてきた。ああ、投擲物は A ボタンを押せば拾えるぞ。だがこれもタイミングが非常にシビアだから気をつけろ。ゾウさんカード。このカードを使うとあの例のゾウさんダンスで一同をドン引きさせることができるぜ。それ意味あるの？周囲の敵が逃げていくぜ。だがその後また新たな敵は出るから、本当に囲まれた時じゃないと意味ないな。まともなやつないわね。そ、二人いたらダメージ受けてしまう。それと坊ちゃんはやたら投げてくるからな。あ、死んだ。戻ってきましたとさ。このカードを取るとクリアだぜ。ねえマリサ、なんだ、このゲームいつまでやるの？このゲーム私でも途中で断念したからな。とりあえず今後出てくるミニゲームで終わろうか。今後ってどれぐらい？もう一つクリアしてからかな。私しんちゃん結構見てたけど、祖母振る雨に。なんて聞いたことない。この時期のしんのすけは結構な悪ガキだからな。今はだいぶいい子になったが、この時は青年誌でブラックなんだったっけ？詳しくは知らないがそういう頃もあったぜ。さあリュック探しますか。お疲れ。この街危なすぎるわよ。すれば。お前同じところ何回もするなよ。風景変わらねえじゃねえか。うるさいわね。こんなゲーム私には合わないわ。まさかこんなグダルとはな。何？私のせいですか。まずこんなもの実況するってことが間違いだわ。うわ、何このおにぎり、めちゃくちゃ投げてくるんだけど。
結局無敵時間利用してのゴリ押しだったな。あのおにぎりめっちゃ攻撃的なんだけど。さあこのミニゲームで終わりだな。どうしたらいいの？ミサエとじゃんけんして勝ってくれ。はぁ？ミサエとじゃんけんして、勝ったら勝利、負けたらゲームオーバーだ。何それ、完全なる運ゲーじゃん。さて、このゲームは、小さい時はほとんどの人がやったであろう、じゃんけん追いかけっこ。っていう名前かは知らないが、じゃんけんで勝った方が好きな言葉を言い、その言葉の音の数だけ歩けるというゲームだ。ちなみにその言葉は自動で設定されているぜ。あ、負けた。早く出すと絶対負けるぞ。え、ミサイ5歳児相手に容赦ないの？ミサイどころがみんな容赦ないぞ。そしてチョキで勝つとチョコビーとなり、5歩進めるぜ。グーはグリグリ攻撃、で8歩、パーはパンパンマン、で6歩だ。霊夢、これでどうしたらいいかわかるか？え、わかんない。ずっとパー出しとけ。え、パー出しとけば勝てるぞ。あーパーで負けても相手は5歩しか進めないもんね。当時やってた子はこんな知恵が働いたのか知らないがな。でもミサイチョキ連発したらどうするの？そん時は諦めろ。マジかよ。だがパー出し続けるのが勝つ確率が高いのは事実だ。正直じゃんけんだけしてるゲームなんか、全然面白くないので倍速するぜ。あ、ちなみにじゃんけんのタイミングでチョキを出すと、ミサイはグーを出そうとするので、その後のポンってパーに変えれば、100% 勝つことができるぜ。それ今やってます。もうやってんのかい？だってこれでゲームオーバーになったらやり直しでしょ。しんのすけえぐいわね。ミサイも大変だな。誰もいないよ。そしてこの一言である。